はい、皆さん、マイドマイドー。ちょっとね、昨日もらったね、コメントのね、富野浩二さんのね、アラジオによるね、鼻うがい。あんならできねえけどね、真面目にね、鼻うがいをね、ググってね、あの、食塩水0.9%作ってね、やってみた水だと鼻に染みるけどね、なんか 0. 9、0.9%の食塩水だと染みないらしいんだよね、鼻の中がね。ってことで、まあ、適当に、まあ、電卓で計算しながらね、やってんだけどね。 50cc のお水でね、約食塩は 0.45g。これちょっとね、今0.6の測りだからね、100分台測れるやつ持ってくればよかったけど、ちょっとめんどくせいから、このままだね。で、これにね、まあ、ぬるま湯をこう、ちょろちょろと入れてね。そしたらちょっとお湯入れすぎちゃったね。だからまたちょっと食塩足してね、もうこうなるとどうでもいいやってんでね。作り変える元気はもうないね。で、とりあえずね、これでやってみようと。と思ったけど、スポイトだと、上向かなきゃダメじゃない。そこでダイソーのこれあるの思い出したのよ。 幸いこれ、まだ殺虫剤とか使ってないで、水だけしか使ってないからね。じゃあこれに食塩水入れて、下から上にさ、吹き上げて鼻の中洗っちまおうとね。しかも霧じゃなく、このショット状でね。まあ、どこでやるか色々考えてね。やっぱ外だね。あんでこれ鼻の中に入れてね、ちょうど暗くできるからね。明るい状態でね、おっさんがこんなことやってんの見せるようなもんじゃねえかんね。確かにね、鼻の中やってもね、染みないんだよ。水と違うから。 これね、ダイソーのこれ買った方がいいかもしんないね。みんなね、花粉症で苦しんでる人ね。ダイソーのほら圧縮型のさ、下向いた状態で、あの、ショット状にしてさ、鼻の中洗浄。いや、ちょっといいかもね。はい、お疲れ様でした。